相模屋祭り一家館。はい、今日はなんとですね、スペシャルゲストを招いて一緒に動画を撮ろうと思っています。それでは早速どうぞ。ブオー、かぶせてきたな。ブオー、ブオー大好き。何か知ってる？ブオーって。ちなみに、いや、わかんない、わかんないの。ブオーって私も、で大丈夫、かかってね、わかんなかったから、かかって、なんでかかっていうのか。でもかかはね、この太鼓の周りの黒いやつは、うん、だからそう、ブオーもだからホラガイの、ホラガイをね、ブオーってやらしてる。そう、ブオーそう、構えがブオーな感じだけど、で違うの、ブオーだから、ブオー、はい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 。ということでね、どうもネム姫です。で、この私がここに遊びに来てあげたからによ、よっよっよっぽど面白い企画用意してるんでしょうね。もちろん、今日は私らしく、のぶひめさんとお酒を飲んで宴会ゲームをしようと思います。いや、私まだ15歳なんだけど、ちょっとお酒はね、ちょっとなんで企画使えて、あ、頭おかしいんじゃない、企画、頭おかしくない？でも、私、バカじゃないからコンプライアンスで守る。コンプライアンスって言っちゃったよ、この子言っちゃったよ、この子甘酒、アルコール全部入ってないやつ。やったー、甘酒だー。やった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 、甘酒なら飲める。私も用意したので、はい、飲んでね、宴会ゲームを3つやろうって思う。宴会ゲーム、このために生きてた。ふぅ、でもまつりちゃん、ここまで言わせてそのままゲームして倒そうって、そういう魂胆じゃないでしょうね、まさか。いやー、もうね、のぶひめちゃんはね、強いのはね、もちろん存じ当たり前じゃない。いやー、私も普段からね、こうお酒をギャンギャンに飲んで、ギャンギャンに飲み会でね、こうボコボコにみんなにされてる。されてんじゃんかい。今日こそはね、負けないぞということでね、宴会ゲームを3つ用意したので、3つもすごい。していこうと思います。勝負くなら、つながついたらね、もう私はね、もう何でもかんでもやるったら、やるんだから、甘酒で私酔ってるわけじゃないわよ。絶対絶対勝つんだからね。いったな、はい、いったのぶひめちゃんに勝ったら、私はね、小田軍より強いということで。小田軍のなんかがかかってる。これはなんかをかけて、私もなんかするしかない。はい、私も農民の意地がかかってるので、あ、じゃあ、いくよ。それじゃあ、第一戦は、モッツァレラブオーゲーム。長いって、私モッツァレラゲームは知ってるけど、モッツァレラブオーって何？モッツァレラの、それの、モッツァレラゲームのブオー版ってこと？そう、チーズの部分にブオーをつけて、モッツァレラブオーブオー、そう、モッツァレラブオー。単語はそれで、はじめちっちゃい声から、こう、スタート、モッツァレラブオー、モッツァレラブオー、モッツァレラボー、モッツァレラボーって感じね。分かったじゃあ、これはね、じゃんけんして、どっちが先にやるか決めようと思います。いいわよ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。しゃじゃあ、のぶひめちゃんから始め、いいわよ、はい、いくわね、はい、これ私でさじが決まるからね。そう、やばい、私で物差しが決まるから、これ静かめにね、お願いします。いいよ。それら、ブオー。オッケーオッケー。いきましょう。モッツァレラブオー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 。やばい、ちょっとでかいな。いきます。モッツァレラブオー。おいおいおい。モッツァレラブオー。
夜中のバイク走ってる暴走族。あ、まつりちゃん、なかなかあんたやるじゃね、もう結構ね、私使い切った甘酒飲まないとね、私もやってられないぐらいにはね、フラフラになってきたわよ、主に酸欠で あ、めちゃくちゃ苦しそうだったもん、さっき。次は、飲み会の超鉄板のゲーム、超鉄板のゲーム、愛してるよゲームやろうと思います。あら、愛してるよゲーム。え、のびみちゃんルールわかる？あれでしょ、あれ、あの愛してるよってお互いで言い続けて照れたら負けみたいな。そう、照れたら負けもう僕も愛してるとか言っちゃったら負けってことでしょ。じゃあ早速いきましょう。あ、じゃあまつりちゃんから言ってよ、私さっきやったから。オッケー、じゃあいきます。はい、愛してるストーップ自分で笑うのありなの？自分で笑うのありなの？じゃあ真剣に、真剣にして。愛の告白、のびめちゃんへの。ドキドキしてきた。愛してる、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 愛してるよ、愛してるよ、のびめちゃん愛してる、まつりちゃん愛してる、のびめちゃん愛してる、まつりちゃん愛してるよ。のぶひめちゃん愛してる。あ、まつりちゃん愛してる。のぶひめちゃん愛してる。愛してる。愛してます。愛してる。ブワー、もう疲れる。ブワー、愛してる。ブワー、のぶひめちゃん、あ、愛してます。あ、あ、真剣な空気作んなきゃ。まつりちゃん、私さ、あんたの動画見たけどさ、あおちゃんのことは可愛がって、私のことは結構重要なとか言ってたけどさ、うん、愛してるよ。え、あ、のべめちゃん、実は私ものべめちゃんのこと愛してる。せーの、イエス、フォーリンラブ。分かってた今、本当に分かってなかったでしょ。フォーリンラブ分かってなかったよ。のべべちゃんの勝ちで、やったー、イエイ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 、やったー。次でもさ、最後の戦いじゃないの？そう、もうね、次ので勝負が決まっちゃうから。あー、次の勝負が決まっちゃう。これで私が勝ったら、はい、5000万ポイント。5000万ポイント。じゃあ、じゃあなんか今までの戦い何だったのよって話になってくるじゃん。一戦二戦と戦っちゃう。じゃあこれはね、最後ジェスチャーゲームを、ジェスチャーゲーム、はい、おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。今からね、じゃあこれジェスチャーするから、うんうん、それをのぶひめちゃんが何のジェスチャーゲームするか当ててもらって、おお、のぶひめちゃんが当たったら私が負け、のぶひめちゃんが外れたら私が5000万ポイントで獲得したということで、これこんなん可愛いもんじゃないから、もういきます。え、何、まずそれの何、これ、ね、これ何、犬。やばいやばいやばい、これちょっとこういう返しとなってきた。ちょっと待って、お、分かった分かった分かった、頑張るが、見てるから見てるから見てるから。じゃあ、はいはいはい、第1問、四角い、うん、四角いところにお坊さんが2人、お、ん、違うな、お母さんと、なんだその、あいん、はい、なんでしょうか。はぁ、分かるわけねえだろ、うさぎは。お前わかるわ、わかるわけねえだろ、そんな。いやー、今日はね、めちゃくちゃ楽しかった。楽しかったっていうか、楽しかったっていうかさ、めっちゃなんか遊んで騒いでゲームしてみたいな、飲んで飲んで飲んで飲みまくるっていう。あー、もうね、それがね、のびひめちゃん、それでいいの、飲み会っていう。あ、よし、飲み会しね、ここまで来たの、わざわざ。はるばる、はるばる自分のところからここまで飲み会しに来たわけ。あ、もうね、今日ははるばると宴会までありがとうございます。あ、いえ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 、すごい楽しい宴会場ですね、こんなにね、いいところね、借りちゃってね、まあ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 。でも、ね、私もただでここに来たわけじゃないから。あ、そうだよ、のぶひめ。そうそうそう、はい、のぶひめちゃんは普段のチャンネルで、まあね、私は普段からね、チェックしてるんだけど、ありがとう、どんな動画をね、上げてるのか、ぜひ、はい、飲んだくれの農民たちに説明してあげてください。よし、聞け、飲んだくれの農民たちよ。私の動画、あのね、織田軍をね、常にね、募集しているわ。で、あんたも織田軍になって、私のチャンネルに登録
することにより私の何が見られるかって、そう、素晴らしいクソ動画が見られる。そのクソ動画が見た人の時間を吸い取り、あーこの動画見て時間無駄にしたなーって思わせるような動画をいっぱい作ってるわけよ。イエーイ。いやもうこれはね、私も、うん、もう100回ぐらい押したけどチャンネル登録するしかないでしょ。100回ぐらいチャンネル登録押したらチャンネル最終的に解除されてるかもしれないやろがーい。101回ボタンを押してありがとう。みんなもぜひチャンネル登録をして、しかもはーい、あのねぶひめちゃんがチャンネルをアップしたよって言ったらちゃんとね通知が来るようにスマホにもパソコンにも設定してください。おー、なんて丁寧な宣伝をしてくれるんだ。ありがとう。絶対しろよ。怖っ、神様怖すぎでしょ。絶対しろよ。私の運勢マジで大表にしてるからな。怖すぎるよ神様。それ職権乱用って言うんだよ。1ヶ月しかないけど。じゃあよろしく。はー、よろしく。ありがとう、あのめめちゃん。いえいえ、お邪魔しました。そんでありがとうございました。また見てね。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。